はい、こんばんは。はい、本日は、崩壊ハードのね、原神コラボの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。これね、スマホのやつ、取り込んでるからあれだけど。画質はね、多少は多少はって感じかな。ベニーカブさんいらっしゃい。松本さんいらっしゃい。ちょっと待って、配信始めました的なのを。やろうと思うわ。ちょっと待ってね。これ外しまして。で、下に下げて。配信始めました。みんなに聞いてみる。カカカ。はい。よし、やるか。改めて、フェニーカムさん、松本さんいらっしゃいませ。ということでね、とりあえず今回は、原神の方のコラボがね、この崩壊サードでありますので、こちらの方をね、やりたいと思います。ノートさんのキャラで手に入らなくてクソデカ玉一。ノートさんのキャラどれだっけ？お、みなすけさんいらっしゃい。あれだっけ？カマの人か。あ、ちゃうねん、ちゃうねん、ちょっと待って。あれ？あ、コメント欄消しちゃってたんだ。あ、そうだそうだ。再起動したんだった、私。崩壊。ん？崩壊。想あ像を実現可能にー、うるするさい。希望や CM 邪夢。魔。あ、ワンダーシェ CM 邪ア。魔。自分のチャンネルの CM に。うるせえ。もう学園から抜け出したからしゃあないとえ、崩壊学園って。私は崩壊学園からの人だね。だからサードで、ちょっと前に、イベントがあって、イベントでミニキャラが出てきたのがあって、すごい懐かしかったんだよね。なんでね、そこら辺はすごい良いぞって感じ。あのゲーム引き継げなかったんだよね。まだ続いてるけど。よし。槍の人。あー、あれか。デュランダルさんか。よいしょ。あえー、画面ひっくり返すと文句言われるの知らなかった。まあ、うちはね、ブロニーでいいんですけど。え、モーション増えたの？アプデで増やすのかよ、お前ら。すごいな。崩壊サード入れようと思ったら容量、結構容量持ってかれるんだよね、このゲーム。割と相当ひどい。ただ、ログボだけでね、フィッシェルはもらえるので。てか、崩壊サードアップデするたびに、容量足りなくなるからさ、大変なんだよね。16ギガだっけ、今の。もう、下手なゲームより容量でかいんだよね、このゲーム。あと、PV みたいな、PV。そう、原神やってる人ってどれくらいいるんだっけ？この中だと。原神。ちょっと待って。崩壊。サード。もう公式で PV 見れるのかな？もうすでになんか、公式で、もう見たことないキャラクターいっぱい出てきてる。舰长好，欢迎。あ、これあれだ。海外版だ。日本版の PV 欲しいな。やっぱりゲームファン内でしか今見れないんだよな、これ。じゃあ諦めるか。体調悪そうなシストが手に入れて喜んでるのが僕です。ハッカウ、ああ、重装うさぎね。一応うちは結構多いの。まあでも、キャラも結構増えてきたからね、集めるのも割と大変っちゃ大変だけどね。まあ、うちの推しは、
のナザリアって子で、モニリさんいらっしゃい。で、ナザリアって子がこの子なんだけど、この力を手に入れたせいで私は全てを失った。でもこのモードじゃないんだよね。これ闇落ちっていうか別世界線のこの子だから戻しとくか。ロンギンスとプラグスーツ、プラグスーツ諦めた。ロンギンスとあれは手に入った。そう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 、半分ロザリアね。あ、いきなりこれから始まるんだ。え、なに、あ、国政じゃん。しまった。絶対さ、あのこの崩壊サードのシステムの方が合ってると思うんだよね、原神のキャラのところに。いきなり国勢触らされるのに、国勢出しますよって言われてるようなもんじゃん、これ。うんうん、いきなりムービー入るじゃん。それでどう思う、我が友よ。おう、異世界飛行へようこそ。イベントは全部で3つのショーがある。まずは最初のショーに入ってみようか。始まりの地、気遣いは不要だ。君の感想を教えてくれ。自信に満ち溢れている男の声は自然ながらも危険な雰囲気を感じている。彼は相手の返答を待つ。しかし相手は微動だにせず、しばらく考えたと慎重に返事をした。ゲンガーズライナーとしてこういうスタイルは人気があると思う。あ、ベルトよ。でもなぁ、恐れる言葉だ。天命の死、夫はアポカリプス。それにだ、ただ挨拶しに来たわけじゃないんだろう。会議室は一瞬で静かになった。同時に隅の方から静か、かすかに機械が動作する音が聞こえる。もちろんだ、しかしそんなに警戒しなくてもいいだろう。こんな数の銃器に狙われてはさすがの僕も緊張してしまうよ。すまない、セキュリティ部門がどうしてもと言ってな。いいだろう、これから話すコラボの企画。メタだな。コラボだけど、そう、コラボだ。天命企業と ET スタジオの未来をより明るくするためのコラボさ。内容は、ET スタジオは気候アニメに関して業界のトップクオリティだが、ファンタジーアニメやゲームに関しては、恥ずかしながら僕たち天命業界の方がトップだろう。もし僕の得意なジャンルをうまく組み合わせることができたら、時代を変える作品を生み出せると僕は信じている。君はそうは思わないか？この再生ボタン出た瞬間一瞬押しそうになったよね。分かっているよ、古き友よ。コラボとはいえ、ET スタジオが今までこだわってきたスタイルを変えたいとは思ってないよ。メメタ！これ BGM なってんの？あ、一応鳴ってんだね。ちょっと待って。これ多分、PC 側のサウンドの、あれだな。サウンド、ミキサー。よし。亀さん、いらっしゃい。むしろストーリー、背景などの面で、君たちの特徴を出したいと思っている。面白い考えだ。どうやって実現するつもりだ？理念も作法も全く違うチームが力を合わせ、双方が納得できるような作品を作り上げます。まあでも、あれだもんね。崩壊サードのイベントって基本的に別世界線みたいなのが多いからね。率直に言うは、交流関係を築くための時間もコストも無視できないと思う。それに今の俺たちは互いに協力できる関係ではないと思うが。その通りさ。
確かに僕たちの間には小さないざこざがあった。僕たちは過去よりも未来を見据える人と僕は思っている。想像してみたまえ、我が友よ。電明工業企業と ET スタジオがそれぞれ得意分野を生かし共に最高の作品を作る。新しい時代の到来を君は見たいと思うねんか。割と死のうかい。確かに。ベルトは再び沈黙した。彼の頭には大まかな考えがいくつか浮かび上がった。確かに魅力的な提案だと認めざるを得ないな。もう少し詳しく話したい。ベルトがつけてるイヤホンから提案に対する反対する2つの声が聞こえる。理性的な声と怒りっぽい声だ。その声に対してベルトは苦笑いするしかなかった。ああ、君なら興味を持ってくれると信じていたよ、とも。もちろん、今日ここに来たのはビジョンを話すためだけじゃない。詳細なプランがある。君と君の同僚たちがこれを読んで、今回のコラボにいい企画、いいコラボ企画にいいインスピレーションを与えてくれることを願っている。これはそう遠くない未来で誰もが知っている物語。やめろ、石をマウスポインターにするな。ロザリン、起きろ起きろよ。おい、あなたは原神始まったぞ。重い。ちょっと私の上からどいてくれるかしら。やっと起きたか。ごめんな、すぐにどくよ。でもこれ以上ここで寝てたらヒルチャールの鍋の食材になっちゃうぞ。パイモンだ。鍋？何者なの？オイラのことがわからないのか？どうしてあなた、私と同じ声をしてるの？お前な、起きてすぐ怖いこと言うなよ。ボイスない状態でなんで声が同じだってわかるんだい？とにかくオイラはお前の相棒パイモンだ。覚えたか？パイモンだぞ。パイモン、なんか美味しそうな響きね。あ、見た目も美味しそう。ガブリ、助けて。やめろ、オイラは食べ物じゃないぞ。しばらくして、信じられないぞ、こんなに可愛いアナエ役を噛む旅人がいるなんて。非常食だからしょうがないね。ごめん、起きたばっかりだから少し頭がぼんやりして。まったく歯型が残ってるじゃないか。目覚めたばっかりだから今回は特別に許してやるけど。ありがとう。よいしょっと。目覚めた旅人は立ち上がった。へえ、本当に変なとこで目覚めたわ。じゃあ旅人の名前を教えてくれ。え、名前も考えないといけないの？苦手なんだけど。好きに呼んでいいよ。早くゲームを始めましょう。おい、そんな寂しいこと言うなよ。一緒に冒険をする仲間なんだから、おいらは名前で呼びたいぞ。めちゃくちゃ面倒くさいわね。じゃあ、ロザリアでいいわ。おう、わかったぜ、旅人。結局旅人じゃないか。ほんとそうなんだよな。お前の名前は聞いたし、そろそろここまでのあらすじを教えるぞ。オイラたちの出会いは数ヶ月前、あの日。って、おい、待って、どこに行くんだ。世界観の紹介はいらないわ。全部スキップよ。スキップボタンを没収するぞ。それとも見えない壁を追加してほしいか。しょうがないわね。話してみなさい。できるだけ聞いてあげる。旅人の注意がそれる前に、パイモンは今までにないスピードであらすじを話した。つまり私がこのテイバット大陸に来たのは、妹が正体不明の敵にさらわれて、私も戦闘中に本来の力を失ったから。数ヶ月前に釣りをしていたら偶然釣れたあなたを助けた。その後あなたは私と一緒に旅をしているっていう感じかしら。もう妹さんは今でも待ってるはずだ。早く出発しよう。待って、一つ質問があるわ。なんだ？この頼もしい案内役に何でも聞いてくれよな。あなた飛べるじゃない。どうして溺れたの？妹さんは今でもお前を待ってるはずだ。早く出発しよう。そうだ旅人、今オイラたちのいる場所を紹介するぞ。
この先は風神の加護を受けている自由の都、モンドだ。モンドの酒場には金融詩人がたくさん集まってるから、その中に妹さんのことを知っている人がいるかもしれないぞ。ここはあれなんだね、異世界転移か召喚かな。へえ、意外と考えてくれてるのね。案内役は誰にでも簡単に務まる仕事じゃないからな。で、どういう感じなんだ。ああ、歩くと増える感じなのか。これ何なんだろうね、この。これは池判定なのかな、この左のやつ。待て、この先は道は石に塞がれてるみたいだ。この力、この大きさは力任せでどうにかなるもんじゃないな、旅人。どうする？こういう時の解決法は、また後で来よう。今は探索かしら？違うぞ、それは開発の進歩っていう、進捗っていう大人の自動がある限り使う切り札だから、ゲームが始まったばかりの時には使わないぞ。じゃあ、体験とか重い武器を使うキャラがいたら壊せるよね。そうだね。体験で壊せるね。え、でもオイラたちは二人だけ。だからこういう状況だとあれを使うしかないでしょ。あれって？パイモンちゃったらとぼけないでよ。そう、あれよあれ。旅人がキラキラした目で笑顔を見せる。まさか。祈願に決まってるでしょ。ゲームを始める前にちゃんと勉強しておいたんだから。早くレア度の高い仲間をちょうだい。待て待て、冒険が台無しになるセリフはやめろよ。違うの？違うに決まってるだろう。よく周りを見てみろよ。この辺りには障害物を破壊できるアイテムがあるはずだぞ。今すぐレアキャラが欲しいの？もうメタだね。本当にメタメタだね。でも、あれだったんだね。フィッシルが来るからこっちに来るのかなと思ったけど、完全にロザリアがそっちの世界に行く感じなんだね。とにかく石を壊せるものを探してみよう。とりあえず住人にアイテムのことを相談してみよう。こんにちは。石をドッカーンと壊せるもの。うわ、どういうこと。庭が水浸しになってる。何があったんだ。やあ、こんにちは。風神の導かれし旅人。自宅が水浸しになってるのになんで落ち着いてるんだ。自宅？誤解だ。これは俺の家じゃないんだよ。確かにモンドは、俺はモンドの人間だけど、家を持たない冒険者だよ。じゃあどうしてここにいるんだ。この家は友人のものでね、もう引っ越したから、ここは一時的に貸してもらってるだけだよ。やっとあいつが引っ越した理由が分かったよ。潮が満ちたらこんな風になるんだ。全然詰めたもんじゃないよ。俺は気にしないけどな。楽しそうな人ね。神経がずぶといだけなんじゃ。でも昔はこうじゃなかったんだ。最近潮の満ち引きがおかしくなって、数日前に見た時は大きな影と関係があるかもしれない。あれかな、あの風流だっけ。名前忘れちゃった。あの竜の名前なんて言うんだっけ。きっとレアタイプの飛行型のままね。倒したらいっぱいドロップするわ。ネタだな、ほんと。そう、旅人、せっかくだから一つ手伝ってくれないか。大事な宝物が庭の向こうに置きっぱなしなんだ。水が深いんだが俺は泳げなくてな。あ、宝物。この人の宝物だろう。安心してくれ。オイラたちが何とかするからな。水のマスをタップすると水泳ができる。一マスにつきスタミナは1消費される。ここで残りスタミナを確認できる。スタミナが0になると溺れてしまうから気をつけろ。これ、水行く必要なくない？動くのって、泳ぐのって案外スタミナがいるのね。よし、宝物をゲットしたわ。
あの冒険者は待ってるぜ。早く戻ろうぜ。もう一度泳がなきゃいけないんだ。これ横通れないのかな。いけないんだ。あ、やべ。吐いた宝物。もう助かったよ。これでなくしてしまったショックを立ち直れる。庭が水浸しになっても動じなかった人がこんな風に喜ぶなんて、何が入ってるか気になるわね。そう言われば確かに気になるぞ。またこれ中身が気になるのか。さあ遠慮するな。開けてみ、開けるから見てもいいぞ。旅人とファイモンの好奇心旺盛な眼差しを向けられながら、冒険者は箱からガラスの瓶を取り出す。はこいつはいいもんだぞ。赤月ワイナリーのダンデライオン酒だ。今はモンドの城内でしか手に入らないんだ。こいつがないと今日は過ごせないぜ。お酒？ただのお酒？君たちの年だとこいつの価値は理解できないだろうな。でも礼を言うぞ。もう飲み始めてる。噂に聞いてたけど、モンドの人は本当に自由だよな。そうだ、君たちは何か探してたよな。忘れとくだったわ。これを使ってみるといい。昔鉱石を採掘した時に使ってたツルハシだ。どうせもう使わないだろうから返さなくていいぞ。やったな、これがあれば進められそうだ。風神の五感があらんことを。やっぱりモンドの人は頼りんだから。ツルハシじゃなくない？体験じゃないこれ。採掘用のツルハシ。岩を簡単に砕ける。冒険者はこれより体験を使いがちだ。いや、体験だと思うんだけどな、これ。はっ、岩が割れたな。石が割れたな。これでもう通れるようになったぞ。よし、レアキャラガットまで一歩前進ね。ふん、はっ。どっち行けばいいの？スライムだ。気をつけろ、魔物が出てきたぞ。ただのスライムじゃない。すぐに片付けるわ。旅人、油断は禁物だぞ。お前の体はまだこの世界の元素に慣れてないんだ。平気よ、こんな初心者向けの魔物。元素の力なんて使わなくても思い研ぎで叩けばいいわ。叩く？お前は少しゲームの設定を尊重しろよな。元素反応の説明もまだなのに。説明？パイモンちゃんも一緒に戦えばいいじゃない。戦闘は俺らの得意分野じゃないぞ。パイモンちゃん、まさかあれができないの？目や口から出すスキル、パイモンビームとか。できるわけないだろう。だって小さいし、飛べるし、それぐらいできてもおかしくないのに。知識が偏りすぎてる。普通に戦うのかな。残り挑戦回数99回ってやばくない？ロザリア。ロザリア登場。最初のロザリア。結構そんなに公開サードのイベントってなんか連日開放みたいな方式だから、そんな遊べないかなと思ってたんだけど、結構やれそうだね。
モンの字は右上なんだ。逃げてったし。うわ、風神の瞳を獲得した。スタミナ上限プラス1。スタミナの上限を増加につれ探索可能なエリアも増えるため、風神の瞳をたくさん集めよう。やったら旅人。プレイヤーの凄さを思い知るがいいわ。初心者の経験値を経験値素材にすらならないスライム諸君。正当防衛のはずなのに、どうしてかおいらの方たちの方が悪っぽくなってるぞ。というか旅人は体験キャラじゃないか。そう、最初からツルハシを手に入れる必要はなかったのだ。さてと、チュートリアルもクリアしたし、もう祈願を始めてもいいんじゃないかしら。あ、無視した。待って、それよりほら、さっき倒した魔物が変な痕跡を残したぞ。何これ、氷？スライムみたいな弱い魔物でも元素の力を持ってるんだ。さっきの石とは違って、この氷は動かせそうだな。こっちは炎の輪があるわ。そうだ、氷を炎の輪に移動させてみないか。元素反応は不思議な現象だから、何かいいことが起こるかもしれないぞ。謎解きに失敗したときは、リセットボタンをタップすると初期状態に戻すことが可能だ。炎どこにあるの？ラズベリーを手に入れた。野外でよく見かけるラズベリーはみずみずして甘酸っぱく、旅の疲れを癒してくれる。旅人、ラズベリーだぞ。素早くバッグに入れる。はや、アイテム集めするときはどんなものも見逃さない優秀なプレイヤーだわ。使えそうなものを持ち歩くのは冒険者の常識だけど、お前は慣れているというか旅人を、お前ほど慣れている旅人は初めて見たぞ。何使うの？異世界の宝庫で、異世界の宝で、異世界せ、ああ、あれか。異世界気候勲章と交換できる。どのマップにもラズベリーが1個ある。どうすればいいの？ああ、なるほど。おお、何かが現れたぞ。宝箱、宝箱よ。これなんだ。これもイベント報酬の交換用か。手帳、手帳の16個ってなんか尋常じゃないよ。これ取りたいんだけど、これどうする。まだ行けないのかな、距離感的に。ギリギリ行けそう。行けましたね。結構操作しづらいな、これ。歩くだけだったら結構移動できるみたいだね。ちゃんとなんか探索しないと何かありそうでって感じになっちゃう。 RPG とかさ、やるとさ、結構なんかこう見れるとこ全部見に行きそうになるんだよね。斜め行けんじゃん。あ、うわ、溺れるかと思った。どうやらお前の今のスタミナじゃ向こうまで泳ぐのは無理だな。もう一度やってみるわ。何回やっても同じだぞ。毎回同じ前を岸まで引っ張るのはオイラなんだ。スタミナの上限を増やしてからの方がいいんじゃないか。で、この面は終わりなのかな。あれ、モンド城だね。ああ、ちゃんとセーブポイントもある。
気持ちいい風だな、旅人、早く行こうぜ。これはすごいだろ。これがモンドの地だ。この先にある城は四風守護に守られているモンド城なんだ。お、フィアさんいらっしゃい、こんばんは。本日は崩壊サードのね、原神コラボの方やってます。そうね。で、祈願を始めていいかしら。結局それかよ。ガチャ引きたくてたまんないんだよ。特に旅人、あそこにワープポイントがあるぞ。あれはすごく便利な設備で、一瞬で目的地までワープできるんだ。いらない、私は自分の足でこの世界を征服するわ。なぜ大分の間に合わせ違いだった。あれはワーポイントじゃなくて七天神像だ。七天神像？でも全然像に見えないわ。これには深い事情があるんだ。まさかオブジェクトモデルが作られてないとか。ベータ版だからこれからいろいろ追加されるはずだぞ。とにかくあれは四天神像だ。心臓にはこの世界にも元素の力があるから、もしかしたら失った力の一部を取り戻せるかもしれないぞ。別に力がなくてもなくなってるとか感じてないし、むしろ絶好調よ。ああそうだ、四天神像に触れると運がアップするって聞いたぞ。例えば強い仲間に出会える運とか。パイモンちゃん失敗するわよ。目指せ七天神像。旅人の付き合い方が分かってきた気がするぞ。ラズベリー欲しがってるやつ、ここにもないな。新鮮なラズベリーを探してるんだ。ラズベリーならここにあるわ。本当か？どれくらい集めたんだ？ラズベリーレーダーにあるとモンドの周辺のラズベリーは26個もあるはずだ。26個のラズベリーを集めたら何かいいことがあるかもしれないよ。いいことって何？パイモンちゃん、モンドの野外を全部探そうよ。中国経由でも安心してできるものってなんだか原神か崩壊サードのミホヨ作品だけかも。まあでもね、まあ、崩壊サードに関しては天井がしっかりしてるし引き継いでくれてるのが強いよね。ラズベリーを26個集める。あとは崩壊サードに関してはあれよね、あの半分日本が関わってるところだから、まあ強いよね。何も起きないんだけど。いや、この心臓は壊れてるみたいだぞ。本当だ、よく見たらボロボロね。おいらの完璧な案内計画が非常食。まあでもロザリアに美味しそうって言われてたしね。待ってくれ、旅人として心臓を治そうとか思わないのか。いやいや、めんどくさそうだし。おい、四天神像は本当にすごく大事なんだ。これからの冒険のためにも治した方がいいって思うぞ。パイモンちゃんは元素の力が大事だって言うけど、ここの魔物は全部物理で倒せたのよね。そうだね、そもそもサードインパクトなんだろうなって感じはするけどね。よく聞いてくれ、四天神像を直さないと風神の加護をもらうことができないんだ。風神の加護がないとモンドで新しい仲間をもう出れない。直しましょう、パイモンちゃん。心臓を直すわよ。こんにちは、銀融詩人。ライアンを引いてるわ。きっと銀融詩人だ。詩人さん、そこの四天神像が壊れてるのか教えてくれないかしら。親と折りすがりの旅人かい。君たちの封じの五感があらんこと。頼む、お前の助けが必要なんだ。もちろん、君たちにも教え、あ、そうだよね。そういえば、衣装替えとかできるようになったんだっけ。あれは何なの？衣装を手に入れてるの？それとも別キャラ扱いなの？あの、原神のやつ。原神結局、続きできてないから、どうなってるかわかんないんだよな、今。平気だよ、ここで3日ペパン歌っただけさ。今思い返せば食料を用意するべきだったね。ちゃんと食べなさいよ。倒れるまで歌うなんて仕事好きにも程があるわ。
何か食べ物がないかバッグを見てみようぜ。なんでオイラを見るんだ。そのネタはもう使ったぞ。その面倒じゃなかった。リンゴを取ってきてくれないかい。そうすればきっと君たちの質問にも答えられると思うよ。わかった。自分の体をもっと大事にしろよな。リンゴを探してくるから待っててね、旅人さん。主人さんか。あれだろうな、違う。結構水多いな。この木の実が生えてるやつ違うの。これ違うの。てっきりこれかなと思って。この人は？おい若者よ、冒険者だからって顔して人の家に入ってくるのやめてくれる？ごめん、使えるアイテムがないか探したかったのに。あ、通してくれないパターンか。え、どうしよう、これどこに行けばいいんだ。あー、ギリギリ届かない。1、2、3、4、1、2、3。いや、ギリギリいけるんじゃないか。あ、ダメなんだ。1、2、3、4。あ、ちょっとブクブクしちゃった。入れなくなってるんだ。これはあくまでラズベリーなんだよな。リンゴはどれなんだ。これなんだろうな、この後ろのやつ。あ、なんだ、こっちに道だったのか。一回こっちまで歩いておいで。リンゴゲットしたわ。早くあの銀融指示のとこに戻ろうぜ。あの様子じゃ長く持たない気がするぞ。はちゃめちゃに敵いるけど、はちゃめちゃに敵いるけど。わ、スライムが集まってる。放っておきましょう。こういう雑魚は倒してもいいアイテムがもらえないし。そういう理由なの。はい、リンゴ早く食べて。ありがとう、もぐもぐ。あ、この甘くてみずみずしい果実、きっと風神のご看護があるんだ。早速一曲歌おうかな。リンゴ一つだけでこんなに元気になるんだな。っていうか違う、オイラたちもまだ質問にも答えてないぞ。そうだね、二人の質問に答えるのが先だったね。視点心臓が反応がなかったのは、長い年月にあって元素の力を失いつつあるせいなんだ。心臓を治したいならまず元素の力を補充しないとね。ふむ、つまり心臓にエネルギーをチャージしないといけないっていうことね。その通り、元素の力を秘められた結晶を集めないといけない。ちょうどこの辺りに純粋な元素の力が4つあるんだ。あれかな、あの風で上に上がれるやつのあれかな。それを集めると心臓を戻せるかもしれないね。どうしてそんなに詳しく知ってるの。僕はモンドの詩人だからね。風が何でも教えてくれるのさ。さて、4つの元素の力の位置も教えてあげよう。視点心臓を中心に4つの隅にあるから探してみて。怪しい。でも今は言われた通りにやってみるしかないな。
とりあえず行ってみるしかなさそうだ。悪く思わないよスライムたち、経験値になーれ経験値になーれってひどい。じゃ珍しいな、でも原神のコラボで、原神のイベントでこんだけやらせてくれるのなかなかないんだから。これやってれば勝てる。でも優しいよね、全身からこっち来た人もちゃんとやれるようにキャラ使わせてクリアさせるためにする。金融野郎出ないんだろうな。ボッカガール、今日の公演大成功。ようこ。スライム討伐完了。宝箱ちゃん今すぐ開けるからね。待て旅人。この3つの宝箱怪しい。すごく怪しい気がするぞ。確かに3つの宝箱を同じ場所に置くなんて、設計者がサボったか、宝箱に化けたモンスターがどっちかかね。そうじゃなくて、とよく観察するんだ。気をつけた方がいいぞ。なんだコツさえつかめば簡単じゃない。1の時だけ宝箱現れるみたいだな。この法則に使って残りの宝箱も全部開けようぜ。ちゃんと見てなかったな。ホロライブさん、いらっしゃいませ。なるほどね。一つはリンゴ、二つ目はリンゴ、最後はやっぱりリンゴだったか。三つ宝箱も当たりなんて期待してないけど、これはひどすぎるわ。今回はね、崩壊サードの原神コラボをやってます。一つくらいはちゃんとしたものが入ってるべきよ。ブラでいい剣とか。戻るわよ。どういったことか。あの詩人さんを問い詰めないとね。やるんだ。ふふ、私が用意したサプライズ気に入ったかなみたいなこと言ってるけど。ねえ、詩人さん、どういうことを説明してくれる？教えてもらった位置を探したけど、箱の中身は全部リンゴだったぞ。おや、この真っ赤な果実、せっかく持ってきてくれたんだし、遠慮なくいただくよ。こいつ殴っていいんじゃないかな。ただの NPC だし。待って、そんなに怒らないで、冗談だよ。やはり銀融野郎は、そういうやつなのか。実は左上の元素の力を、僕が持ってるんだ。はい。早く言いなさいよ。私たちもからかってるの？おや、僕も心臓の左上にいるから、嘘は言ってないよ。ところで、リンゴは食べたいのかい？食べないなら僕が全部もらうよ。こいつ思ったよりずるっとずる賢い気がするぞ。毎回2画面操作した後に1画面にすると YouTube にコメント受けないの。何なんだろうか。何なんだろうね。これあれじゃない？封じの目じゃない？スタミナ上がらないのか。で、結構長い感じ？このコラボ。ここのラズベリー取りたいんだけど、まだ取れないよね。多分スタミナが足りないんだよな。1,2,3,4。
じゃあもうなさそうだな。まあ、あえて RPG にしたのは面白いかもね。何この光ってんの。あー、直進しかできない系か。なるほどね。禁断の果実、禁断の果実。次どこ行こうかな。なんか RPG っていうかそういうゲームあったなって感じ。よしよし。元素の力か、元素の力かこれ。どうやって反対側行くんだ。あー、もしかしてそういうこと。心臓に不具合があったようで使用できない。あっちに誰か行くぞ。何か聞いてみよう。そうするしかなさそうね。でもこれで移動するんだろうな多分。あとどこだ、どうやって行くんだろうな。まだ行けんのかな、右下。ああ、なんか見たことある。ああ、始まった。これはあれか、全部点灯させろってやつだね。うん、でこれで左上と、じゃあ右上と右下ができて、左上もやったから次この人か。なんだ、元素の結晶を探してるのか。ちょうど持ってるんだが、それ私たちにくれないかな。うーん、開けてもいいけど、ただじゃ渡せないな。ん、サブ任務か。知らん。いいわ、何でも言って。実はお前も、俺もお前さんと同じ冒険者だったが、ぎっくり腰になってやめたんだ。今でも園芸するときは痛み出すんだ。んで、俺の代わりに庭の手入れをしてくれないか。旅人を手伝ってあげようぜ。おいらも手伝うから。これなんだ。ああ、家具セット。9マス分の庭の中で同じマスを歩かずに剪定しよう。すべてのマスをきれいに片付いたら手入れ可能。一筆書きってやつだね。もう普通にやればいい。できたぞ。ん？今？よし、ゲスの力を手に入れた。これ取りに行きたいんだけどな。あの怪しい吟遊詩人のせいですごく遠回りした気がするぞ。元素の力を集めたりし、とりあえずやってみましょう。もう元素の力を心臓に捧げてみようぜ。旅人は集めた元素の力を視点心臓に捧げる。こうかしら。わ、光った。心臓が光ってるわ。嘘じゃなかったみたいだな。視点心臓の力が戻ったぞ。でもどうしてこんなもの心臓をこんなもので心臓を治せるのかしら。うん、それはきっと元素の力がすごいからだ。元素ってそんなに便利なものだったの？
えってなんだよ。嘘じゃなかったのか。元素の力が入ってくるのを感じないか。感じるわ。本当か。感じる。妹が見えるわ。おお、さすが四天神像だな。本当に手がかりになるとは。なあ、旅人、何が見えたかおいらにも教えてくれ。何？妹よ、お姉ちゃん、今すぐ助けるからね。おお、今のシーンはもう過去のことだろうが。というか別の作品になってるぞ。でもそれ以外何も感じないわ。見える、僕にも見える。ところで、あとどれくらいチュートリアルやったら祈願ができるの？そろそろ我慢の限界なんだけど。これ以上祈願を我慢したら本当に暴れ出すかもする気がするぞ。しょうがないな。おい、やっと祈願ができるのね。どうすればいいの？簡単だぞ。雑念を払って両手を握りしめて心臓の前に立って、仲間との出会いを想像しながら封じに祈りを捧げるんだ。あ、それが祈願？そうだけど、それって文字通りの祈願じゃない。私がしたいのはね、石とかを使ったガチャ。何を言ってるかよくわからないぞ。この世界の祈願で仲間を獲得する方法はこれだけだぞ。仕方ない、やってみるわ。門の神様、最高にレアな仲間と出会いますように。深呼吸をして両手を前に。大きいんじゃん。大きいんじゃん。まさか国生さん。あ、当たりだ。当たりだって言うんじゃないよ。まさか指定心臓に触れると本当に運がアップするのか。よくわからないけど、レアキャラが出たってこと感じがした。彼女は前日のリーユエ七星の一人、玉環こと国生だと。すごい強い人だと。おお、なんだか冒険がますます面白くなった気がするわ。国生、喋んない。あの、喋った。そう、私があなたのマス仲間だぞ。仲間、よかったな。旅人、国生がいたらきっと。ここはどこなの？モンドだけど。モンド？そうよ、モンド。リュウエイじゃなくて。そうだけど、どうかしたのか。失礼するわ。ね、待ってくれ。あ、すごい、ちゃんとモデルが。そうなんじゃない。リーエには私しかできない仕事が山ほど残ってるのよ。わけのわからない一人具合に召喚されて隣国で冒険するなんてありえないわ。百歩譲って仲間になってあげてもいいけど、意味のある明確な目的がないと同行するつもりはないわ。君たちは何のために冒険をしているの？旅人、早く教えてあげてくれ。オイラたちの背負う重い運命が知ったらきっと。そうね、とりあえず海辺で眺めて、草原でブラブラして、理由もないままモンド城に向かってる途中ってところかしら。申し訳ないけど、無計画な人と旅はできないわ。仕事人だからな。国生、待ってくれ。何かしら、これ以上私の時間を無駄にするつもり？と、国生は知らないかもしれないけど、モンドは今未曾有の大危機に直面してるんだ。すごく怖いやつがモンドを壊そうとしている。オイラたちが止めないと。次にリーユが狙われる可能性が高いってことね。そうだぞ、オイラはそう伝えたかったんだ。でも君の友達は。あ、旅人は数日に山で転んで頭をぶつけて記憶を失ったから。なるほど、少し誤解してしまったようね。そういうわけだから、国生、オイラたちと一緒にこの危機を立ち向かってほしいんだ。ええ、分かったわ。君たちと共にこの危機を解決してみせるわ。でも一つ質問があるんだけど、君たちが言っていたモンドを壊しているすごく怖いやつって一体何者なの？大きなトライを割ったらもういいよ。はい、頭をぶつけたからな。まあそういうことだ。せっかく新しい仲間も加わったし、
早く冒険に開会しよう。目指せ、モンド城。出発。てかさ、国政のモデルがあるっていうのは一番の問題なんだよね。この後ガチャがあるんじゃないかっていう。新しい仲間が加入したと確認するとしよう。アイコンをタップすると仲間の情報を確認できる。リーダーに設定することも可能だ。あのクレーって書いてるけど、クレーじゃないのいるんだけど、ここに金髪のクレーなんていましたっけ。旅人が祈願をして手に入れ、祈願を通して手に入れた仲間。リーウェ出身の頼もしい剣士。効率を重視するタイプ。そんな、とりあえず風神の目手に入ったから一回ここ行って、でここのラズベリーを取ると。一回上がってもう一回戻って、大変だなこの。効率中。リサキさんこんばんは。原神ですね、原神。国政の戦い方知りたくない？戦闘スキルを知りたい。何？操作、戦闘の操作性だとこっちの方が楽しいからさ。正直こっちでこの子たち使えるならこっちでもいいなって思う。ゲームがね、合ってなさそうだから、ね。セイちゃんは生物のタイプのキャラで、雷のダメージに実質メイン。実質メイさんだな。武器のスキルをタップすると KP を消費して剣技を放って長持ちするとフィニッシュスキルを発動できる。めんどくさい。必殺技は敵に雷を与えて、さらに敵の受けるダメージの雷がアップする。逃がさない。傾向よ、世の乱れを切りつけて。アクセル可愛いから良いんだ。仕事はいい感じに終わらせたわ。このポーズするの誰だっけ、この勝利ポーズ。多分同じ人いるはずなんだよな、この感じでもファンなんだよな。このイベント経験値もらえないのか。その2。まあでもこの黒い石もらえるだけいいや。あ、ちゃんと消えるんだ、武器持ってないと。急いで片付けましょう。北斎さんは極限回避もしくは銃撃を相手に印を付与できるよ。北斎ちゃんが回避した後、攻撃ボタンをタップすると回避追撃を発動し、印を持つ敵の周りに瞬間移動して雷ダメージを受ける。それから国生ちゃんの銃撃の付与もできるから、その回避、その後を回避追撃をできる。アイちゃんがお手本を見せる。今日の仕事を始めるわよ。陣営のごとく。逃がさない。
も元素反応はないからな、そもそも。このゲーム。元素の相性はあるけど。このペースで次の仕事を片付けるわよ。普通にいいと思うよね。まあ、八重桜と似たような立ち位置になるだろうね。冒険を再開する前に、間の特徴をもとに、これからの行動計画を決めたいんだけど、なんか考えはあるかしら？本、パイモンちゃん、作戦計画の説明を頼んだわ。当然よ、案内役なんでしょ？なんか変な音がしない？いや、可愛いな、黒星。この音、人間のものじゃなさそうね。ちょっと見てくるわ。次の層行ってみますか。ちょっと動かしてもそうな、これ。キャプチャーを下げて。上に上げて、あ、ちょ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 。なんで掴んでくれないんですか。あれ？選択してほしいんだよな。隠れなさい。どうしたんだ？し、あれはドラゴン。本当にドラゴンいた。重い。子供？どうしてこんな場所に？危ない！大変なことになったわね。大丈夫？パイモンちゃん、国生ちゃん。目がチカチカする。落ちる。すごいちゃんと国生さん優しい。爆発の光にやられただけのようね。稲妻編順調に開発進んでるみたい。これでいて切れ者であるし、火の打ちどころがない。まあ完璧主義者の塊みたいなキャラしてんのにどっか抜けてんだよな。うっかりさんのね。それよりさっきの女の子は大丈夫かしら。あれ？あれおかしいな。なんかクレちゃんって原発だった気がするんだけどな。もう森が燃えちゃった。クレどうしよう。あ、まずい。あの女の子炎に囲まれてるぞ。急いで助けてあげましょう。なんだ？クローバー。これなんだ？識別コード001。防衛、最終防衛プログラム。あー、あいつじゃん。巨人か。どう行くんだ？こっちから回れるの？ダメね。後ろに何かあるみたいだから全然動かせないわ。仕方ない。別の道にしよう。団長、早くクレを助けて。ねえ、あなた、大丈夫なの？お姉ちゃんたちは？それは後でいいから早く服を消す、火を消すわよ。あっちを見ろ。湖よ、あそこから水を運びましょう。急いで。私たちが戻ってくるまでもう少し待ってて。水。水を運ぶ容器がないわ。この先に拠点があるみたいだぞ。きっとそこに水を運ぶ容器があるはずだ。クレーンの減速効率とんでもないから雪山が大事。雪山そういえばね、持ってない、やってないんだよな。この先もあるってことか。
違ったわ、ただの宝箱だった。なんか、ああこんなんあったな、汚れた結晶。あれはカジバトロモメ。ふう、マリオを警戒した騎士団がここを離れたうちに俺たちを襲撃するとは。チャンスを逃すわけないだろう。おとなしく金になるものを出せ。盗賊団、あの金に目がない人たちは本当にどこにもいるのね。どいてどいて、給油に用事があるの。あ、なんだ、うん、別に誰でもいい、金になるものを出せ。俺らたちが俺たちのものを奪うつもりなのか。救いようもないよね、旅人。これ以上話しても無駄よ。急いで解決しましょう。イベント限定なのか。行きましょう。イベント限定でどうなんだろうな。でもここまでやって、でもモデルは別にあれだもんね。モデルはまあ完全な人形だからな。ピッシュで実装するためだけど、新色のよりを入れたくらいだからな。どうするんだろうね、これ。かわいいな、やっぱ。うん、今日の仕事はいい感じに終わらせたわ。まあね。まあ、モデルは自由に使えるからって感じだし、エンジンも多分一緒だろうからね。ありがとう、旅人たち。せっかく手に入れた魔物、獲物があいつらに奪われるとこだって、きっとこれも風神の導きだな。感謝の言葉は必要ないわ。この辺に何か水を汲めるものはないかしら。水を、そうだ。よく、俺がよく使う水の亀が、水亀があるから、もし必要だったら。借りるわね。これ、見ろ、これが水亀だ。よし、それを持ってあの子を助ければよ。水亀アイテムだ。これなんだ。道が切り株に塞がれてるぞ。ええ、普通の斬撃じゃ破壊できそうにないわね。爆発か火で燃やせれば。爆発、火、あ、今は切り株に気を取られてる場合じゃないわ。早くあの子を助けないと。はい、もういつしよう。多分ダウングレードしてるかな、モデル。どうなんだろうね。まあでも端末に合わせてるとは思うけど。ごめんなさい、通りすがりの旅人のお姉ちゃん。クレイが悪いの。モンドのマリオを倒そうと思ったけど、うっかり失敗しちゃった。団長になんて報告しよう。ん？モンドはまさか本当に襲撃を受けてるのか？ん？なんでもない。旅人、落ち込まないで。あのマリオとかいやさ、私たちが倒すから元気出して。本当に？安心していいわ。モンド城のこの旅人と仲間たちに任せなさい。よかった、ありがとう。旅人のお姉ちゃん。マリオはあっちに飛んでってたっけ。よし、追うわよ。旅人、私も負けられてないわね。ミスじゃないよ。これは崩壊サードのキャラが多分この服をさせられてるんだと思う。それ言ったら目の色も違うしね、クレイ。あの、ユカリンのね、キャラがいて、それがちょうどロリキャラだからその配役にしてるんだと思うよ。あのレベルのボスに倒せば、超レアなアイテムや装備が 100% 手に入るはずよね。想像しただけで胸が高鳴るわ。まあそもそも
自社のキャラは間違いはしないと思うからね。あのクレーンもお姉ちゃんたちと一緒に行きたい。魔竜はすごく強いからクレーンの爆弾も使って一緒に戦いたい。さっきみたいに次は気をつけるよ。お願い、クレーンもモンドを守りたいの。まあ今回の報酬の中に衣装がある、衣装があるからね。お怒りのクソもないでしょ、自社コラボなのに。まあ、多分このメンツ的に崩壊のキャラ2人と、あ、崩壊のキャラ2人と原神のキャラ2人っていう組み合わせにしてるんだね。それったらあのエヴァコラボの時はアスカ以外全員別のキャラがあの配役やってたしね。でもトワリンちょっと出てたしね、さっき。でもやっぱ頭のバランス違うんだろうな、この感じ。ラズベリーだ。じゃあさ、ラズベリーさ、ワンステージに1個って言ってたじゃん。何面あんの ?26 面あんのこれ。風を捕まえる異邦人。これイラストすごいな、これ。北星さん、冒険者よ、この風魔竜を追いかける旅は詩人たちによって永遠に歌われ続けるだろう。今って崩壊より原神は美穂の看板になってると。多分ね、あの美穂よの美穂よ自体のお気に入りは多分崩壊サードなんだよね。多分そうだと思う。あとはその原神が今人気だからこそ崩壊の方にも人入れたい、それはもう素直な気持ちだと思うし。導きの森、今草が動いた、来た道が塞がれたぞ、木が動いてるぞ。ここはモンドの導きの森だと、ささやきの森だと思うけど、人間を閉じ込めようとするなん森なんて聞いたことがないわ。クレーンもよくここに遊びに来るけど、こんなことは一度もなかったよ。でもあれ、あのエヴァコラボは尋常じゃないクオリティだったからな。あっちの方はまずホーム画面の仕様が変わって、後ろに初号機がいてって感じだったしね。まあ美穂よそういうとこあるからな、自分のしたいことしたいタイプの運営だからね。なんだっけ、美穂よセーブオタクワールドだっけ、そもそもそういう感じのとこだからね。原因は、あ、そう、あとあれか、エヴァコラボの時はなんでアスカしか出なかったかっていうと、スタッフがアスカ派だからっていう、そんな理由だったしね。互いに離れないように慎重に進みましょう。エヴァやりすぎてストーリー遅れさせ好き。うんうん。ね、普段はあのエレベーターで上に上がる演出からホーム画面に入るんだけど、エヴァはあの地下に初号機がいるから逆にわざわざ変えて、でホーム画面に入るっていう仕様だったから。だからなんか一瞬ロード画面であの真逆に進んじゃうんだよね。確かにあの木は怪しいぞ。いやあ、変な木。木が喋ったらおかしい？木の気持ち考えたことある？ないよね。だって自分のことしか考えてないもん。ごめんなさい。ちょっとクレイちゃんをいじめないで。冗談だよ。あの冬以来、もう誰とも喋ってなかったから。少し慣れてなくてね。流暢に喋ってるじゃない。どうやら君たちはこのささやきの森に閉じ込められた旅人のようだね。そうね、新エヴァは多分ネタバレできないからってのあっただろうね。うんうん。いや、私はたまたまここにやってきた外の木だよ。
モンドは風の国だからだと聞いてずっと気になってたんだ。そう、気になるってね。ロヘオって原神のみでソシャゲカヤのサンクスミの筆格に立ってたんじゃないんです。そうだね、どっちかっていうと崩壊サードが、あと崩壊学園っていうのがもともとあって、そっちの方が長く続いてるやつだね。原神も今現状サンクスミに立ってるかって言うと微妙なラインではあると思うけどね。こいつおっとうだろ。その悪い気を見つけて倒せばアスラン声アスランのおっとうくんで、ささやきの森は元に戻るよ。うん、そういうカードは簡単で分かりやすい展開好きよ。でも気をつけて、あの木は私に負けないほど知恵を持ってるから、あいつの罠にかからないように注意するんだよ。さすがオイラたちもここまでは。仲間に道を作ってもらうから、どこまでも行けるかは君たち次第だよ。お前だろ、道塞いだのお前だろ。臆病な人、木がしゃべる動いてる。きっと弓だ。夫人様もそう言ってる。ねえ、大丈夫？おかしいな。どうして夢の中に知らない人が出てくるんだろう。落ち着いて、夢じゃない。現実よ。君も森の中に閉じめられたの？何を言ってるんだ、夢じゃなかったら木が喋るわけないだろう。木が喋ったのか？怪しいわね。君たちもあの喋る木のとこから来たんだろ。戻る道がないから進むしかないよな。おかしいだろ、木の指示を従うしかないとか。安心して、閉じ込められた人たちが無事に帰れるように、その邪悪な木は私たちが倒すわ。本当に？それならよかった。周りの木々が急に動き出すんじゃないかってヒヤヒヤしてたよ。ははっ、産地なくなってろ。その先から変わった音がしてすごく怖いんだ。君たちは強そうだから僕の代わりに見てきてくれないか。きっと風神の様も君たちのご加護を与えてくれると思うんだ。これ火灯すやつでしょ。何よ、ただのスライムじゃない。油断は禁物よ。相手は炎スライム。森の中で奴とから戦うのは慎重に戦わないと。どうしてクレアを見るの？クレアはもう反省したよ。もう森を燃やしたりしないよ。ヨースター、サイエ、ミホヨ。ああ、そういうね。スライムを倒そうぜ。クレア、この偽クレアはあれでしょ？行きましょう。十字架使うでしょ？時間は有限よ。私の番ね。よし。あ、モーション違いますね。イカリンですね。このクレイ強いぞ。まだおっと。原神購入しだったかもしれない。爆弾押し出されちゃったかな。このペースで次の仕事を片付けるわよ。でもモデル持ってこられるの強いよね、やっぱり。同じ作、まあ、操作感もそもそも似てるしね。ああそうなんだ。そうなるとね、フェイト関連、タイプムーン関連、ちょっとこっから大変だね。大丈夫かな。警戒を怠るな。炎スライムが残した元素の痕跡を見たか。もし別の火種と接触したらすぐに爆発が起きるぞ。その通りよ。
早くこっから離れましょう。木がいるけど、またお前か。いや、さっきよりなんかテンションが低いわね。このおさらいのせいで閉じ込められてるんだ。でも君たちがここにいるってことは、スライムはもう君たちに倒されたってことだよね。よかった、絶望のあまり根っこから土を引き抜いてそのまま枯れて死を迎えようと思ってたところだよ。ネガティブだな。一応子供もいるんだからそういうネガティブな話はやめてくれるかしら。ごめん、やっぱり私はここにいても必要とされてないんだね。もうみんなの視界から消えるよ。感謝の気持ちを伝えるためにこの道の先はもう開けておいたんだ。ん？あなた本当に大丈夫なの？気にしないで。枝がいくつか折れて樹液が漏れただけだから、全然気にしなくていいんだ。気にしないわけがないだろ。道分けなのに一体どれだけの犠牲を払ったんだ。はは、平気さ、どうせいつか全ては闇と興味に変えるから。旅人、なんかこの木の様子少し変だわ。急いでここを離れましょう。あ、下がれたじゃん。なるほど、あそこなんかどう回っていけばいいんだろう。あ、ここ開けてくれんのかな。あ、目つき悪くね。君たちは無事なのか。魔物に遭遇しただけ、もう倒しておいたから。やっぱり僕の目は正しかった。そうだ、君たちがここを離れた時に変わった人がここを通ったよ。眼帯をつけている少女で、その周りに鷹のような凛としたカラスもいたんだ。うん、その格好は普通の NPC とは思えないよね。すめたそうだ、あの少女はよくわからない言葉を口にしてたよ。確かこの真実を見通す深淵の水眼で、偽りの虚像を白花のもとに、白花のもとにさらしてみせるわとか、人類の大地に踏み入る暴虐無人な悪意よ。3000年の英知を授かるこの証に欺くことは不可能よとか。どういう意味よ。クレヨンも全然わかんない。またお前か。また会えたね。いい知らせと悪いお知らせがあるんだけど、どっちから聞きたい？いいお知らせ。なるほど、君はいいお知らせから聞くタイプなんだね。よくわかった。いいお知らせはこの先を抜けたら森を出られるよ。本当？ありがとう。礼はいらないさ。だって悪いお知らせがあるんだ。この迷宮のような森を抜けても新しい迷宮が君たちを待ってるよ。新しい迷宮。人生という迷宮さ。問題を一つ解決したと思ったら、すぐに新たな問題が出てくる。トラブルを解決したら、またすぐにトラブルに巻き込まれる。終わりのない問題と、トラブルの壁によって構築された迷宮さ。やめて。心が負のエネルギーにやられちゃいそうだ。もうこいつの話を聞きたくない。早くこの不気味な森を出ようぜ。道が座れた。気をつけて。変な気。出たわね。ちょっと何なのよ。やっと君たちを閉じ込めたんだ。こんなに人がやってくるのは、この森が珍しいからかね。これもまだあのドラゴンのせいだろう。閉じ込められた。はっ。簡単に言うと、君たちは私に騙されたんだよ。ここで土の養分になってもらう。木として申し訳ないが。仕方ないことさ。私には養分が必要だから。きっと本物の喋る気が一旦悪い気だ。どうして喋る気がこんなに出てくるんだよ。元の場所に戻るわよ。無駄だ。ここは私のテリトリーだから。
逃げられないよ。危ない、こっちに来て。木がいっぱいある。悪い木が追ってくるぞ。木が追ってくるんだ。みんな先に出て、タル爆弾で足止めしとくよ。ストップ、私だ、仲間だ。爆弾をしまって。あ、この感じ本物の喋る気だ。もう意味わかんないよ。どうやら君たちも悪い気に狙われてるみたいだね。怖がらせていいよ。君たちの進む道はこの私が守るから。わあ、何こいつ、こんなかっこよかったの。道をもう一本作るよ。これで悪い気も知らない秘密の道だから。奴に追いつかれる前に早く逃げて。感謝するわ。うん、熱い。ラズベリーどのタイミングで取れんだろうな。ここのラズベリー取りたいんだ。ワープで行く感じか。あのワープで行けんのかな。あ、追いつかれた。熱い。これも計算なのか。ぐわー。でもなんか黒い、真っ黒い気を振り払ったわ。クレイちゃんのおかげよ。肝心の時頼りになるわね。え、クレイの爆弾はお宝をどかませるためのものじゃないの。あとは何事もなく出れたらいいな。ヒルチャール、ララッ、いや、いいか。ヒルチャールの言葉みたいね。どうしてヒルチャールの言葉を話しているんだ。でもこのヒルチャールの言葉って謎の中毒性があると思わない。思わず口にしたくなる気がするわ。そうか、人間かヒルチャールかは置いといて、私たちに敵を持ってないみたいだね。プラタ、いや、プープ、もう喋ってる。ヒルチャール語を話す盗賊版メンバーと遭遇した。まさかそれ流行ってるの。言い方、行きましょう。時間は有限よ。おいおいおい、神経イラ立ちそうなの出てきたぞ。ちょっと待ってくれ。神経イラ立ってるだろお前ら。こんな偽物なんか。偽モフティ出てきちゃったな。やっちゃいなよ、こんな偽物なんて。なんかわざと急遽入れた可能性もなんちゃんだなって。の格好だとどういう演出なのかな。勝利を、私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。変わんなかったわ。あのマフティ構文っていうのが最近流行ってるらしいですね。旅人、悪い黒い木の悪い木の体がまだ残ってるぞ。こいつ蘇ったりしないだろうな。安心して、もうただの木材になってるわ。丈夫だし綺麗に残ってるから、何かの役に立つかもしれないわ。これ持ってくの？
とりあえずバッグに入れましょう。アイテムは大いに越したことはないわ。かわいそう。どこだ、ラズベリー。でもやっぱり、ね、ワープポイントで行くしかないよね。この感じだと。いや、さすがだね。まさか本当にあいつを倒してくれるとは。喋る気、お前も無事だったか。呼び名を変えてくれないかな。私は喋ることができるけど、もう少しかっこいい呼び名とかないのかな。あ、そうだ。嘆きの森はもう元通りになったよ。囚われてた人たちも出られるようになった。君たちもこの近道を通れば出口に着くよ。ありがとう。よくわからないけど、優しい木なんだね。さあ早く行って、縁があったらまた会えるかもしれないね。どうやったらいけんだろうな、これ。このワープポイントに乗ると、ん、はあ、どうしよう。ここの森を出られるって変わった木に教えてくれたんだけど、この先はやっぱり木に塞がれてて困ったよ。そんな、出口はすぐそこにあるのに通れないなんて。悪い木を倒したのにどうして出口を塞ぐ木が出てくるの？悪い木を倒したのは君たちだったんだ。残念ながら悪い木は倒されてくれたけど、倒されたけど、その怨念はまだこの辺に残っていて、私たちを出そうとしてくれないみたいなんだ。怖い。もしかして悪い木の残骸があったら、邪魔をする木を払い抜ける方法はあるんだけどね。あ、ちなみに私は偶然取り掛かった魔法使いなんだ。悪い木の残骸？枝、根っこ、悪い木の部分の一部だったら何でもいいよ。さっき拾ったな。これ使えそうですかしら。これだこれだ、これが欲しかったんだ。封じに感謝せねば。今すぐ邪魔な木を追い払うよ。やったぜ。やっと森を出られたのに、この森がこんなに広いだなんて知らなかったぜ。あれ、森の中だよ。まだ半分くらいだと思う。な、まだ半分もあるのか。こっからハプニングが起きなければさっきの危険な状況にならないと思うわ。まだ探索してない場所がある気がするんだけど、気のせいかしら。隠しアイテムに随分とこだわるんだな。なんかパイモンが一番動いてる気がする。時間が随分かかってしまったわ。魔竜がまだモンドを襲ってないといいんだけど。とにかく急ごうぜ。反応がない。機能を失ったよ。どうやって行くんだろうな。あ、なんだ、行けるじゃん。障害物消えたからか。これは？地脈霊柩に行きますか。これはどこだ？クレイはここにも来たことないよ。隠しダンション？やったー。喜ぶの早いわ。視界が悪いし、全然先が見えない。ここは慎重に進むべきね。隠しダンジョンの中は視野が制限される。装置を通してダンジョンの構造を変えると、通行できる道も存在する。見て、あの光る地面、怪しくない？まるで早く踏んでって言ってるみたいだな。うん、どうせ出口がわからないんだし、踏んでみようかしら。クレイがやってもいい？クレイやってみたい。遊びじゃないんだから、気をつけて踏むのよ。あー、そういう感じ。道が変わるんだ。あー、そっか、視点移動ができないんだ。なるほどね。何が変わったかわかんないな。出口か。
結構パズル要素今回多めだね。こんな感じでとりあえず箱を回収していく感じかな。割とこのゲーム不便だな、視点移動できないと。ああ囲まれちゃった。開いた。何これ、どうして豪華な宝箱の中に入ってるの。これは滅多にない宝物、非常食パックだぞ。本当に宝物なの。非常食パックは隠しダンジョンでしか手に入らない超レアアイテムだぞ。よかったな旅人。やったー。その非常食パック何に使うの。ないもんちゃん、冒険を続けてたらいつか気づくと思うぞ。ごまかしてるよね。これ絶対何か使うか知らないよね。生物、非常食パックを手に入れた。生物は特殊なフィールドにのみ出現する宝物。生物は国性の能力を強化でき、信頼、回遊の強化、生物の加護から詳細を確認できる。肥料じゃん。何だったんだ。あ、ピッシルいるじゃん。あ、なんだ。それはこっちのセリフよ。悪い気みたいな魔物はいないか警戒してるんだ。まだそういうものか、森に潜伏してるかもしれないと思うと、オイラはどうしても安心できないんだ。考えすぎよ。あんなレアモンスターだから、たくさん現れるはずはないわ。でもパイモンちゃんの心配もわかるわ。なんたってこのチームで一番弱いのはパイモンちゃんだもん。魔物たちの標的になりやすいわ。嘘だろ。あ、パイモンは旅人の言葉を周りに受けすぎよ。振り向いたらパイモンちゃんがいなくなっちゃったりして。パイモンちゃん？横に浮いていたパイモンは一瞬で消えてなくなった。その代わりに空から悲鳴が聞こえる。助けてくれー。あれはカラス。いや、飛べる魔物かしら。うん、許してあげなさい、オズ。この私の右腕の魔物使いに移るとはね。いえ、謝罪すべきなのは私です、お嬢様。この不思議な生き物をうっかり魔物だと思って捕まえてしまいました。誰？よくぞ聞いたわ。私は、異世界。ユーヤチョードから来た断罪の皇女、フィッシュルボン・ルフ・シュロス・ナフィードったよ。そんな仲だったっけ名前。お初にお目にかかります、見知らぬ旅人の皆様。お嬢様の眷属オズと申します。助かった。ユーヤ皇女、何それ。断罪の皇女、聞いたことない称号ね。構わないわ。深淵を覗いたことのない凡人には無知のままでいる方が幸せなのかもしれないわね。あの人何を言ってるの。オイラもよくわからないな。あえて嬉しい異教の旅人とおっしゃっています。そう、あまりにも意味が違う気がするけど、まず属性の人員にとらわれている時間などないわ。終焉の理由はすでに魅力な森を抜けたヤスが風の都に着くまでに黄泉の教会をに導いてあげれば。かしこまりました、お嬢さん。行っちゃったぞ。よくわからないけど、すごそうな人だったね。終焉の竜、まさか彼女も。とにかく急いで、ささやきの森を抜けるわよ。フィッシュルすぐ使わせてもらえないんだ。いや、また会ったね。
完全に俺たちを尾行してたよな。さっきの可能な別れは何だったんだ。仕方ないさ。困っている冒険者を見つけたら、ついヒントを与えたくなるんだ。そういう体質だからね。それってこの先に罠があるってことかしら。その通り。でも今回は罠にはまったのは君たちじゃないよ。君たちは、実は君たちが来る前にこんなことがあったんだ。あ、くしゃみするんだ。いや、かっこいい服を着たお嬢さん。キャッ。お嬢様、落ち着いて。ごめんね、いきなりナンパみたいな声をかけてびっくりさせちゃった。うん、人のことを話す邪悪な気を、この、うっ、3000年英知に授かる公女を驚かすとは。お嬢様、代わりに私が合意しましょうか。ストップ、ちゃんと謝ったじゃないか。うん、とにかく話を聞いて。この森には4つの風の霊団があるんだ。この霊団を封印を解かないと前には進めな。ちょ、どこに行くの？そっちはダメだよ。罠があるって。ちょっと、話を聞いてっては。俺は、もう、慌てる必要はないわ。夜の番人として、過去と未来を見抜く、超越者であるこの私にとって、これくらいの状況は想定内よ。お嬢様、今は強がってる場合ではないかと。これは風神からの試練に違いないわ。終焉の竜と戦う意志があるから。かと、私を試してるのね。この団体の工場。真の力を見せれば、この木も草木も消えるはずよ。風神よ、風に響くこの囁きに耳を傾けなさい。草木の生の呪縛を、今すぐ解き放って、代わりに私は、この煉獄の闇を、降臨させるわ。別の報酬を考えましょう。そうだね、フィッシェルかわいいよ。結果こういうことになってんだ。全くちゃんと警告したのに。誰も会ったばかりの怪しい人を信じないだろう。あ、違う、怪しい木だったな。うん、しょうがない。見てふりができないわ。彼女を助かる方法はあるかしら。そうだね、この付近に散らばる4つの風の風霊団を見つけないと解除できないと思うよ。私ができるのは君たちのために道を開くことくらいだ。ありがとう。礼は知らないさ、お嬢さん。これとりあえずどうすればいいんだ。とりあえずここかな。うわ、何こいつ強そう。こいつは巨大な体を癒すか。きっと森のこの魔王だ。強いの。レアアイテムドロップすると思う。今は最優先事項はフィッシェルを助けることだ。よいしょ。ねえ、こっちかな。まだ寝てるんだ。あれが霊団からかしら。岩に繋がれてるわ。ここはクレーンに任せて、タル爆弾を使えば岩をドカーンできるよ。どうしてそんなに慣れてるんだ。クレーンはよくこれを使って鉱石を拾ってたんだ。クレーンちゃんは小さいけどいろいろできるのね。じゃあ頼んだわよ。うん、クレーンに任せて。見ろ旅人、霊団の障害物が消えたぞ。よくやったわ、クレイちゃん。早く霊団を見つけて障害物を全部消すなよ。そうだ、タル爆弾が足りないよね。心配しないで、特別に4個用意しといたよ。お前一体何者なんだ。秘密さ、霊団を守るよう甘く見ちゃいけない。タル爆弾を4個使わないと完全に壊せないからね。おう、不思議な木だな。
なんだこれ、垂れ幕なんだ。霊団の周りを家を破壊するにはこの量では足りない気がするわ。じゃあこっちダメ。ああなるほどね。あれ爆弾だ。いやあ、なんかクレームしてるし、実はタラ爆弾だ。まあ本当優しいな。わざわざ爆弾の位置を教えに来てくれたのか。まあそんな感じかな。レオイは早くどいてもらえないかしら。実はちょっとトラブルで動けなくなったみたいだ。考えてみてごらん。いつもマップ上に複数の私が見えるだろう。実はあれ、マスの上を高速移動して現れた残像なんだ。君たちをサポートするためにマップのあちこちを駆け回ったけど、まさか数回でスタミナを使い切るとは。もう年かな。そんなの聞いてないわ。もしかして君のスタミナが回復するまで待たないと後ろの爆弾は手に入らないってこと？そういうこと。頭が痛くなってきた。こっちから一応回れる。なんかいる。なんかめんどくさそうな敵だな。別な道はなさそうね。また戦闘パートみたい。シンプルで好きよ。雑。行きましょう。時間は有限よ。めんどくさいやつだ本当に。としては国勢楽しいな。完全に楽しいよ。爽快感があるキャラっていいよ。使って今日の仕事はいい感じに終わらせたわ。てんてん、もしかしてこれドロップした宝箱かしら。さっきの魔物はこの宝箱を守ってたみたいね。やっとウルトラレアなドロップかしら。なになに、ちょっと開けるわ。何かね、ドリンクか。ちょうど喉が渇いたんだよな。これはオラが飲んで。うわ、いたた。はい、もんちゃん、ちゃんと考えて。こんなキラキラした宝箱の中に入ったものが普通のドリンクなわけないでしょ。その中身は何なの。ここをよく知ってる人に聞くしかないわね。それならあいつしかないわね。凝縮栄養剤、自然の力が凝縮された栄養剤、植物には有益なアイテム。もうあいつしかないじゃん。タル爆弾だ。これあげればいいの。おや、君たちどうして戻ってきたんだい。鑑定して欲しいものがあるの。ほう、何を見つけたんだい。宝物を守る魔物を倒したら宝箱からこれが出てきたんだ。あ、これはいいもんだよ。いや、人間が使っても意味ないよ。まあショック受けすぎだぞ。でも木にとっては、私のような知恵に満ちた木にとっては最高級の栄養剤なんだ。これを飲めばスタミナが回復すると思うよ。なるほど。全く使えないわけではないね。ああ、完全回復したよ。すぐにどっから君たちは爆弾を。ああ、
なんだか寂しくなっちゃうな。もう少しここにいようかな。早く行って。今までありがとう。バイバイ。ありがとう、喋る木のこと。クレア絶対忘れないから。とんでもねえ、こいつ。見て、タル爆弾よ。この量だとクレアの爆弾と同じくらいだね。とりあえずバッグに入れましょう。俺や。あ、装置が解除されたようです。まず見たかしら。こんな装置で、この私を捕まるはずもないの。きっと私の、底知れぬ強大なオーラを感じて、森も恐れもなしたに感じたわ。違うと思いますが、とにかく、これで行動を再開できますな。その通り。行くわよ、我が剣族。助言を口にする気よ。何か進言でもあるかしら。申し訳ございません。先ほどの忠告は聞くべきでしたね。あ、いいさ。君たちは運がいいみたいな。君たちを助けようと旅人たちが頑張ってるよ。本当に？さっきの人たちのおかげだったのね。よかったですね、お嬢様。さすが私。いついかなる時も。言っても。誰かの助けを待ってるだけでは私と美学に合わないわね。行動するといいさ。全ての装置を解除するにはこの周りにあるカスノースレーダーを見つければいいんだって。私は優しいから特別にヒントを教えてあげよう。そのうちのレーダーは一つ、そこの湖の奥にあったんだ。たどり着く方法については自分で考えるといいさ。よいしょ。わかったわ。この工場3000年の英知を見せてあげましょう。あの化け物みたいなの倒さなきゃいけないんだろうな。よし。今度はこっちか。なんかいるな。これもしかして水に入らないといけないの？お嬢様は水が苦手でしょうか？冗談はよしなさいな。ただ、断罪の公女である私が野蛮人のように湖に入るのはどうかなって思っただけよ。あら、これは氷の元素の痕跡ですね。これは利用できるかもしれません、お嬢様。私の左目、因果の意図を 見極める断罪の目を全てを見通したわ。この屋根、一面を白く染めてあげる。ああ、氷の元素反応か。通れるみたいようになったみたいね。カニがいるけど。カニ。水面が氷になったせいで出てきたのでしょうか。カニ。この振動、レーダーを解除した時と同じね。フィッシルだ。彼女も装置を解除したんだと思うぞ。レーダーは4つだから残り1つだね。よし、急いで見つけ出すわよ。こっちか。もうお前出てくんの？てかさ、あのこの木の下のさやつさ、なんか金具に見えるんだけど、あの着ぐるみのチャックに見えるんだけど、やあ君たち、ちょうどよかった。ここにも岩に囲まれた霊団があるんだ。分かったわ、クレアちゃんお願いね。ん、あれ、爆弾もうなくなっちゃった。なんだって？じゃあどうすればいいんだ。慌てる必要はない。ほら、あっちにたタル爆弾が あるだろ。それを岩の横に移動させればいいんだ。
このアイコンをタップすると操作中のチビキャラを切り替えられるぞ。時には切り替え機能が必要になるだろう。もう片方のやつが届くまで待とう。そうだ、ラズベリー今回どこにあるの？いや、残りは最後の霊弾みたいだね。言ったでしょ、過去と未来を全てはこの断崖の皇女の目に映っていると。へえ、じゃあ最後の霊弾の位置もわかるんだ。ふっ、おそらく最初にお嬢様が囚われた場所の上側にあるよ、かと。なるほど、便利な偵察機を持ってるんだな。偵察機ではなく剣族よ。はいはい、最後の霊台は少し面倒なんだ。両側に樽爆弾を置かないと岩は壊せないんだ。外側の方は旅人たちにやってもらうから、君たちは内側を担当してね。安心して、樽爆弾はもう用意してあるんだ。なるほど、誠に怪しい気でございますな。あ、ラズベリー、ここにあったわ。こういう収集要素があるとさ、やりたくなっちゃうよね。リーダー戻すか。あ、戻ってきた。もう完全に画面が検診。非常食パックで育てれる。あれだね、この画面あれか、どっかで見たことあると思ったら原神のこのポーズだったのか。武器の、そうだね、武器持ってるのがポーズか。特殊なクエストが解放されたみたいだ。早速確認しよう。一旦戻るか。ん？グオー。よし、これで4つの精霊弾の装置は全部解除したわね。すごい振動。一体何が起きてるの？てかさ、本当に崩壊サードのプレイヤーならわかるんだけどさ、こんなにストーリーやらせてくれるの珍しいよ、本当に。イベントでちまちま解放させられることが多いのに。一日でこんな進むことなかなかないよ。マジで。まずい、今の騒ぎで巨大な魔物が目覚めたみたいだ。お、ちょうどよかったじゃないか。レアアイテムもチャンスよ。我が盟友よ。私一人でも風神のいたずらから逃げられたとはいえ、助けようと必死になってくれたあなたに、私も答えないとあげないといけないわね。盟友？私のこと？どうやらお嬢様、あなたを仲間だと認めたようです。旅人様。こういう状況に。めったにありませんと。お、新しい仲間ゲットね。あちこち爆破した甲斐があったわね。いや、終わろうかな。この面が終わったら終わろうかな。任せなさい。今こそ断崖の時。覚悟なさい。多分ね、あの、1枚、2枚、3枚が確かあったから、そのマップみたいなイラストが。あれが多分1枚分ができるんじゃないかなとは思ってるけど。お、フィッシュル使えるじゃん。ついにロザリア使えなくなった。行きましょう。時間は有限よ。震えなさい。断崖の大王子。スキルが長押しになった。
とねって感じする。お嬢様、危ない。時間経過であれか。これ実装してよ。これヒッシュルの、あ、原神のヒッシュルに実装せよ。今の人が射角あるな。いい具合に崩壊サードに落とし込んでる。下手したら多分ヒッシュルこっちの方で回転率いいかもね。好きに。あーで、キャラの切り替わりで、あれか、キャラの切り替わりの時にあのラッカー攻撃モーションができる。割と硬い敵と戦った時手が疲れてくることなんだ。疲れてきた。あ、ヒッシュルの勝利ポーズ見れなかった。このペースで次の仕事を片付けるわよ。まあでも剣の持ち手ポーズが勝利ポーズになってるってことは結構ない気がするな。確かに実装はなんちゃら工場あら強いよね。このまま一緒に魔物をマリオを倒しに行きましょう。戦う前に誘う前にまず相手の涙も呼び名も覚えような。あら、私と迷惑を寄せたいということかしら。私の一時的なサポートだけでは満足できないということしろ。欲張りな人ね。もしや皆様標的もあの魔竜でしょうか。も彼女が前に言った終焉の竜というのはやっぱり魔竜のことね。よろしい、狂気に染まり染まりし魔竜から風神に代わりに風の都を守ってあげるわ。これも有楽浄土の主が背負うべき運命ね。つまりフィッシュルちゃんのお姉ちゃんも一緒にマリオを倒してくれるってこと。そういうこと。赤き炎の子よ。赤、クレイのことかな。クレイのことはクレイって呼んでいいからね。戦力が増えたのはいいことだけど、個性の強い人たちばかりね。よし、仲間も増えたし冒険もますます面白くなってきた。さあ次のクエストに行きましょう。あ、旅人、あれが出口だぞ。この面どこまであんの？今門の郊外。これね、この企画1が多分今できるやつなんだよね。
終了まで33日って書いてるから、多分この監修中、ほら7月12日って書いてるから、ここは触れないんだよ。まあでもそれにしたって遊べる方だけどね。めっちゃもらえるじゃん。めっちゃもらえるじゃん。始まりの地はもう大体集めたんじゃない？ラズベリーは5個か。この29分の26、なんか取ってないアイテム3個くらいあるんだ。で、こっちが秘宝探し。カフカって書いてるからあれか。戦闘してみろってやつか。非常食からじゃないから食べちゃダメだぞ。そうだね、結構やらせるつもりだね。フィッシェルのかけら、まあ、取るの目標はこれだね。これと、まあ、ストーリーを進めながらこれと、あとフィッシュクレイの服を手に入れて、でこれの称号バッジか。ガチャ回してみるか。そうやって簡単に見てくる。と、あとは依頼の方か。で、遠征は今日出せないかな。そうだ。ガチャの時間だ。ガチャ引ける？とりあえず10連チケットで回せるから回してみようか。一応フィッシェルのあのこれね、闇夜の夕夜のワルツっていう意味が手に入るので、これを引きましょうか。でこの人は、この人原神出てくる人なのかな？違う人かな？リーエっぽいけど。日本かな？どっちか。よし、引いてみよう。ねえ、ミホ用のね。崩壊サードはこうやってただのよくわかんないアイテムがね、いっぱい出てくるんですよ。キャラとアイテムと武器がね、混ざってるからね、恐ろしいよね。違う、武器とよくわかんない強化の素材か、強化の素材とキャラっていう、あの、割と辛いガチャだから、ね。逃げてくれないかな。なんかよくわかんない武器手に入ったな。これは沼ガチャですかね。もっといいものくれ。あー微妙なんで入ったな。2800で10連でしょ。フィッシェル実質もう1体いるからいいんだよな、引かなくても。100125ちょっと石集めるか。
ちょっと石集めるか。余裕で沼るんじゃない。本当にもう沼りたくない。石が欲しい。なぜ。倒し合いのある奴が現れましたね。この人まだ使いこなせてないんだよな。必殺技は一回使用する。私の出番ね。団長、期待しているわよ。体験は全てを解決する。どこに。目標見えるんだよ。あ、マジか。全然手数足りなくない。こなせなかった。5個くれるのか。から曜日クエスト適当に回すのか。石集めを始めるのやめなさいって何よ。なんかこういうのも操作できるんだよね。燃料入ります。テテ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 チューン。 GN ドライブみたいのついてる。まあ一瞬で終わるんだけどね。あと100個だって。100個か。
体15個もらえるはず。あと100、ん？あと110個か。微妙に足りない。石をくれ。あ、これでもいいか。ガチャのために戦いを始める。これもね、アプリですね。どうせなんですよ、絶対。でも結構ね、こういう感じで公開バトルみたいなのができるから結構楽しいこのアプリは。強風よ、私に服従しなさい。がごちゃごちゃしてる。だけってのもすごい。来年のこと早く。せや。来年。吠えなさい。クリから。あと70個だって。たまるか。これは、あ、こっちでもいいな。こっちの方が楽だな、しかも。ドーニャの意識は。艦長はゼーレと遊びたいのかしら。うん。私の出番かしら。人類よ、雷の律者、あなたの力努力すれば、うん、私はコストはいいでしょ。
道が険しくとも。倒してしまえば問題ないだろう。まあ、タイマー取ってみたいな。これを5回倒せばいい。見たかしら、これがゼールの勝利よ。うちのお姉ちゃんです。20連続でくれるかな。やつよ。やめろ。あと3戦。もっとって意味かしら。どんどん行くぜ。キャラ見えなくなるんだよね、その刀の人。わあ、キツネがかわいそう。こういう手みんな好きでしょみたいな感じ。ライデンだからね、そもそも。ライデンメイだから、この人。変身だけやってる人にはとんでもないキャラがいるから。よく使われたな。やめろって、もっとって意味かしら。じゃあキャラ変えようか。なんとこのキャラがいるんですよね。私に祈るがいい。多分原神だけの人はこのキャラが一番びっくりするキャラだと思うんだけど。
BGM はすごい殺伐とする。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。あ、超えたわ。オッケーオッケー。さあ、この10円でどうなるか。有料推奨4、どういう残り方してるの。出ないね、出ないね。やば、粘ってレベルじゃねえぞ。もう広いな、そんなにじゃないか。あ、出た、武器出た、ラッキー。実質武器出ただけまだマシか。よかった、武器出てくれた。公女の名のもとに。力が回復しつつあるわ。力が回復しつつあるわ。まっちゃん出ない可能性あったから。結局実装された武器がこれしかないし。あれ、リリアってばどこに行ったのかしら。よし、一旦ってか配信終わるか。今日の任務完了。これで休める。なのでまた土日に何かするかもしれないし、のんびりするかもしれないしって感じなんで、よかったらよろしくお願いします。今日の配信はね、ここらで終わっておきたいと思います。リリア、宿題移させて。よかったらね、高評価とかしていただければと思いますが、よろしくお願いいたします。よいしょ。まあとりあえず引けたからまあマシかなって感じ。はい、ギリサキさんお疲れ様です。しかもね、まだホーム画面じゃが、フィッシュ喋んないんだよね。一回そのなんかアップデートの次のアップデートにならないとホームでは喋ってくれないんだよね、新キャラは。今週のノルマは完了したわ。お疲れ様でした。は
はい、みなつきさんお疲れ様です。ふやさんお疲れ様でした。イベントの方はね、頑張ってみんな進めていきましょう。じゃあまたね、お疲れ様。